ロンドンデリー公爵ベーンテンペストスチュワート家の紋章のエスカッシャン部分ロンドンデリー公爵はイギリスの公爵位アイルランド貴族初代ロンドンデリー伯爵ロバートスチュワートが1816年に調されたのに始まる1812年から1822年まで外務大臣を務めた第二代ロンドンデリー公爵ロバートスチュワートアイルランド議会の議員を務めた ロバート・スチュワートは、1789年9月20日に、ロンドンデリー男爵、1795年10月1日に、カースル子爵・レイシシャク、1796年8月8日に、ロンドンデリー白爵、1816年3月3日に、ロンドンデリー公爵に除せられた。いずれもアイルランド貴族爵位である。1801年に、グレート・ブリテン王国と、 アイルランド王国が行動し、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立したが、アイルランド貴族は自動的にイギリス貴族院の議席を得ることはなく、貴族代表議員に選出された者のみが貴族院に議席を得ることになった。彼は1801年から1821年の死去まで貴族代表議員として、貴族院に議席を有した。その長男、ロバート・スチュワートは、 爵位継承前、カースルレーシ社区を儀礼称号として使用していた1812年に外務大臣に就任し、1822年の死去までの長期にわたって務め、ナポレオン戦争後のウィーン体制の構築に貢献した。彼は1822年に自殺したが、その前年に第二代ロンドンデリー公爵位を継承したばかりだった。二代公には子供がなく、その意母体、 チャールズ・ベーンが第三代ロンドンデリー公爵位を継承した。彼はその頃までに軍人としての先行から、連合王国貴族、ドニゴール県におけるスチュワーツ・コート・バリーローンのスチュワート男爵に寄せられており、また1818 18年にベーン・テンペスト家の女子、相続人、フランセス・ベーン・テンペストと再婚したのを機に直居を得て、ベーンと改正していた。彼はさらに、 ロンドンデリー公爵位就職の翌年の1823年3月28日に5歳、フランセスとの間の男子への特別継承を規定した連合王国貴族ガラム県におけるシーハムのシーハム子爵と米ン伯爵に除せられた。そのため三代公が死去すると1 0歳との間の長男、フレデリック・スチュワートが4代ロンドンデリー公爵位を継承する一方、歳との間の長男、 ジョージ・ベーン・テンペストも第2代ベーン・ハクシャクくらいと第2代シンハムシ爵ャクイを継承した。四代公には子供がなかったので四代公の死後、二代ベーン・ハク、ジョージ・ベーン・テンペストが五代ロンドン・レリー公爵位も継承している。その子である六代公チャールズは1885年に直居を得てスチュワート姓を復活させてベーン・テンペスト・スチュワートに改正した。 彼は保守党の政治家として保守党政権下で、教育委員会委員長や、数密委員議長など閣僚職を歴任した。その子である第7代ロンドンデリー以降、チャールズ・ベーン・テンペスト・スチュワートも、保守党の政治家として保守党政権下で、建設長官や航空大臣や、貴族委任内総務などの閣僚職を歴任した。現在の党首は、その日孫にあたる、第10代ロンドンデリー以降、 フレデリック・ベーン・テンペスト・スチュワートである。一族の本邸は北、アイルランドダウン県のマウント・スチュワートだった。他に、イングランド・ダラムのシーハム・ホール、ロンドンのロンドンデリー・ハウスなどの邸宅を所有した。現在の当主、フレデリック・ベーン・テンペスト・スチュワートは、以下の爵位を保有する。ケーフズ、ありがとうございます。